今日はですね、IF-15 のユニバーサルシャフト、フロントリアのご紹介をしたいと思います。この新しいユニバーサルシャフトなんですけど、この文字通り平行タイプっていう風に書いてあるんですけど、こっちがノーマルで、こっちが平行。で、平行タイプ、この書いてある平行タイプっていうのは、このピンとこの穴。これが平行なのが平行タイプ。これが新しく出たユニバーサルになります。純正はというと、このピンとこれがこう90度ずれてるっていうのが、これが純正タイプです。で、これ今ご紹介しているのが、これはフロントなんですが、何が変わるかというと、平行タイプの方がコーナーの後半で転がりが出る。引っかからなくなるっていう感じですかね。スムーズにコーナーが曲がれるっていう感じが僕はして、グリップが高かったり、まあハイサイドしちゃう時とか、あとはこう奥でこう失速感がある時などは、この平行タイプに変更することで僕はセッティングとして変えていますね。で、次にリアなんですけど、リアも同じようにこの平行タイプっていうのは、このピンと穴が平行なんですけど、これリアに関してはですね、僕がやった感じだと、この平行タイプすることでリアのグリップ、まあ、トラクションがかかるっていう感じですかね。パワー入れた時に食ってくれる。オフの時は、まあオフの時も少し食うような感じはするんですけど、全体的にリアのグリップが上がるのが、このリアの平行タイプになります。世界戦の時は僕はグリップが良くて、ハイサイド防止のためにフロントはこの平行タイプで、リアはグリップが良かったので、リアはノーマルタイプという風に、前と後ろで違う風に使うということをやっていました。その逆もあるので、フロントはもっと曲げたい、リアはもっと滑らしたいっていう時もあったり、リアもっと上げたいっていう時もあるので、これは前と後ろで平行同士じゃなくちゃいけないってわけではなくて、その時に応じて使い分けができると思うので、いろいろ試していただきたいなと思います。